腹空いちゃったよ。火曜はタコスの日？タコス大好き、イエイ！カフェテリアに行ってこよう。タコス待ってろ。誰だよ。タコス買ってくれたんだ。ありがとうカレン。私タコス大好き。違うの。あ、確かに、とても美味しいけど、実は、あ、よこせってこと。早く。町の反対側でサプライズ誕生日会やるから10分で配達してほしい。楽勝とケーキ。楽勝ってこと。あ、もしもし。ケーキがなきゃパーティーじゃない。ご心配なく、スイートジャスティスにお任せあれ。あ、どうも。ブリトー1つ、やっぱ3つ、やっぱ10個ください。1000個食べてやっと満腹になった。ごちそうさま、バリーのつけで。危険な夏セブン、イエーイ。さあ、人気のない山奥の小屋に来たぞ。待って、電気がつかないわ。大丈夫だ、出てきてブレーカー見てくる。ダメよ、行っちゃう。あいつがいるかもしれないのよ。本当にあっちょだし、本当めちゃくちゃかっこいい、大好き。あ、ごめんね。ごめん、しまった。メイク濃くない？この子いつもそうだよ。やってるのかな。ショックなんだけど。ほんと、前はこんな太ってたのに痩せたんだよ。は？帰ろう。ほら見てください、新品みたいに綺麗なんですよ。自慢するわけじゃありませんが、このドリンクマシンは非常に高性能でして、実に素晴らしいんです。試食します。うん、お言葉に甘えていただくかな。秘密の隠し味が効いてて心がふわふわ温かくなるな。うん、検査合格。ブリトーバケットへようこそ。ご注文は？お兄さん、ちょっといいかしら。お兄さん。お兄さん。お兄さん。はい、おばあちゃん、無事に渡れたよ。渡らなくてよかったのに、時間聞きたかっただけよ。時間？よかった、時間ぴったりだ。もちろん、スイートジャスティスは遅れませんから。おう。サプライズ。はい、ダイアナ、何してるの？バーバラが絵文字を送ってきたの。とても効率的なコミュニケーションなんだ。新しいオーガニックレストランで食べてるみたい。やった、あの子ベジタリアンになったんだ。今までブリとばっか食べてたもんね。ベジタリアンいいよって勧めてたの。ベジタリアンって宇宙人じゃないの。ああ、他のグリーンランタンはみんなお肉ばっかり食べてる。悲しい顔。レストランの料理が美味しくないのかな。ゆっくり、もっとゆっくり。見事なプレーだ、彼のシュートだ。スプリンクルもっとつけて。もっと。戦いの後死にそうになりながらも生きてたのは、生きてチョコスプリンクルを食べるんだって思いがあったからなんだ。あ、バブス、あれ何？わからないの、どう見たって。あれ、待ってね。ミートローフだよ、美味しい作りたてのミートローフ。ふぅ。
あまりに美味しそうで口に入らない。わかった、掃除する。少しね。二人が言ってた通りだ。掃除してすっごくすっきり。